これ大阪まで走る時の慎太郎から預かってる。作ってくれた。曲作ってって言ってた。おお、頼んでたんやけど。うん、あそう、うん。5日のポール。5日のボール。ポールやろ。ボールや。いやボールやろ。5日のボールか。うん、あごめんなさい。いやでも、うん、あのメガネなかったから。あないね。うん。これ聞いて頑張ろう。頑張るわ。本当これを。これが息子慎太郎さんの曲だそうです。あ、ほんまに。はい。あの息子が作ってくれたんです、歌。キャッチボールしたことがあるよ、何も力を与えよう。頑張ります。ありがとう。頑張ってください。頑張ります。ええ歌作ってくれてたな。びっくりしたわ、ほんま。頑張ってください。ありがとうね。やるときに、はい、家の前の公園で、はい、キャッチボールしようか言って、はい、キャッチボールしとったの、はい、どうしようまっすぐここ入らへんの、俺もキャッチになって、はい、でバーン投げに、どこ投げたんお前はってバーンでこう怒ったんや、はい、ボールをバーンとぶつけて、はい、それで帰ってきよったんや。そういうことがあったんや。はい、ちっちゃい頃に。ちっちゃい頃に小学3年か4年か。Thank you.
おお、はい、下関まで34。おお、山口県まで101キロや。来ましたね。ついに100キロで。はい。ナイスランです。じゃあ書きましょう。ありがとう。後ろにも後ろにも。帰ってきましたよ。ジャパンはいいね。英語ですね、やっぱりね。出ます。もう下がぐるっと。ありがとうございます。今まで撮ったいろんな写真でこれな、撮った写真を全部こないし入れてくれてんねんな。そうですね、うん、ありがとうございます。本当ね、たくさん来てくれてね、はいはい、このラン&ランいう映画を、はい、こんなにたくさん見に来てくれてありがたいな思う。でも、はい、さん見てどうでした？よかったですか？よかった。ありがとうございます。嬉しいな。ありがとうございます。